どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、静岡県に来ております。現在堂ヶ島を走っております。堂ヶ島から、本日宿泊する山の家さんですね。山の家大川荘さんだっけな、温泉の露天風呂の日帰り施設なんですけど、そこに宿泊できるという場所がありますんで、そちらに泊まってみようと思っております。で、現在午後の2時過ぎでチェックインできますんで、あと10分ちょいですかね、ドライブして、チェックインします。ちょっと緊張しますね。少しの間ドライブを楽しみます。テイ、すごい道に入ってきました。大沢温泉ですね。すごい道、いや本当緊張してきたよ。結構テレビでも見たことある温泉施設なんで、混んでるのかもしれないな。あ、川も綺麗。およそ200メートル先、目的地は左側です。着きました、山の家さんですね。こちらは日帰り温泉施設だから、また違う場所にあるのかな、宿泊棟が。あれどこだ、着きました。ではチェックインします。やはりこちらの日帰り温泉の方でチェックインするみたいで、また戻ってきました。すごいわこの世界観、マジで。チェックイン作業終わりました。一応貸し切りもあるみたいですね、こちらの奥の建物だと思いますけど。渋すぎて、もうまだドキドキしてますよ。はい、宿に戻ってきました。こちら4部屋か5部屋くらいあるんですけどね、本日宿泊されてるのは一組いるのかな。こうそれぞれで部屋が分かれてまして、でこちらの部屋が、本日宿泊させていただくお部屋でございます。トイレ付きでございます。大事、トイレ。一息つけました。こちらのお宿さんの情報がなかなかなくてですね、基本的には部屋をお貸ししていただくというような形ですね。なのでシャンプーとかタオルとか基本的に何もないと思っていただいた方がいいかもしれないですね。ゴミの処分に関しても、コンビニからのゴミはコンビニのゴミ箱へお返しくださいというような形なので、浴衣もないでしょ。そちらだけ気をつけた方がいいですね。あと勘違いしていたのが、こちらの宿泊棟ですかね、宿泊棟に温泉があるのかなと思ったんですけど、ないです。なので、あちらの、山の家さんに歩いて徒歩 3,4 分歩いて温泉に入りに行く。で、髪の毛もそちらで洗うような形になるのかな、貸し切りの方でって感じでございます。まずは露天風呂入りに行ってきます。では露天風呂向かいます。キャンプに来てるみたいですね。ゴミ持ち帰り、シャンプーなどなし、すべて、寝巻きとかも持ってきて温泉に入りに行く。楽しいっすね。貸し切りでございます。
こんな感じでございます。温泉出ました。気持ちよすぎるわ。これだけ自然の中の露天風呂初めてかもしれないな。ほんと気持ちよかった。そしてこの風情、あっつのぼせた。部屋に戻ってきました。あっつ、冷たい布団が気持ちいいわ。ほんとポカポカ。少しゆっくりしたら本日の問題である、晩ご飯ですね。行きたかったお店がですね、お休みなんですよ。また渋温泉に続いて、だから一から探さないといけないかもしれない。そしてさらに突然お休みっていうパターンもありますので、どうなることやら。少しゆっくりします。夜ご飯行ってきます。夜ご飯食べに向かってます。宿の方では電波が全然なくて、まともに調べることができなかったので、少し栄えてる方に向かって、そこから調べる感じになりますかね。本当にね、やってるかどうかが分かんなくて、どうしましょう。海鮮食べるべきなのかもしれないんですけど、海鮮料理そこまで好きじゃないし、車なんでお酒飲めないから、パパッと済ませられるもん。着きました。菊屋さん、やってそうですね。入ってみます。うまそうな餃子、いただきます。エビチリきました。チャーハン、そしてカレー、最後に麻婆豆腐定食です。頼みすぎましたわ。食い切れるかな。ごちそうさまでした。いやー、雰囲気も良かった。おじちゃんとおばちゃんもすごい感じよくて、餃子が、おすすめの餃子が美味しかったです。では結構時間がやばくなってきたんで、温泉とか宿ですね、宿に戻って温泉入らないといけないですね。8時ぐらいまでに行かなきゃいけないんで戻ります。部屋着きました。急いで温泉入りに行きたいところですけど、さっき通ったんですけどね、結構混んでた。結構混んでましたよ、この時間帯。車止まってるんすよね、まだ。もし人が結構いたら貸し切りに入ります。では行ってきます。混んでたので貸し切りに入ってみます。
どんな感じなんだろう。あ、かなりいいですね。こちら入ってみて、もし出た時に露店が開いてたらそっちも入ってみようかなという形で入ります。温泉出ました。気持ちよすぎた。ほんと気持ちよすぎた。なんでだろう、温泉でこんなに気持ちよく感じたの久々だな。で、今ですね、宿に戻ってます。さっきまですごい寒かった道のりが今ほてってるんでちょうどいい。あー最高。部屋に戻ってきました。もう部屋に着いて速攻ビール開けました。もう我慢できないからいただきます。たまんねえ。もうビール速攻でなくなりました。そして、こちらのいつものレモンドをいただいて、もう今日は疲れたんで寝ちゃうと思います。ではおやすみなさい。おはようございます。朝の9時ぐらいですね。ぐっすり寝ました。結構早く寝たんですけど疲れていたせいか。嬉しいことに11時チェックアウトなので、ゆっくりチェックアウトの準備ができます。本来ならば9時にまたあちらの山の家さん、温泉が開くので、そこを目指して起きていけば温泉入れたんですけど、やっぱ朝はきついですね。なので一旦チェックアウト準備しますね。味噌汁うめえ、うめえよ。キンキンに冷えてやる。ではチェックアウトしまーす。完全に宿を出た時の匂いがキャンプ場ですね。自然の山の中の匂い。そして雨が降ってきましたよ。くっそー、雨降ってなかったらチェックアウトの時に入りたかった温泉。はい、チェックアウトしました。もう本当に貴重な体験をさせていただきましたね。あちらの温泉がほぼ貸し切りというか何度も入り放題っていうのは贅沢なことですよ。そしてこの風情、山の中の露天風呂っていう感じでは本当に初めてだと思いますわ、温泉としては雰囲気は。というわけでですね、この後は、雨がすごいですけど伊東の方に戻ってもう一泊しちゃおうかなって思ってます。ちょっと伊東に泊まって夜の居酒屋とか行きたいんですよね。なのでもう一泊宿を予約して、本日も楽しもうかなと思ってますので、また伊東編はですね後日動画でアップロードさせていただきますので、概要欄 URL よりご覧いただけたら嬉しいです。いや本当景色良くないですかこれ、見てください、すっごいいい。というわけで、また一旦失礼いたします。バイバーイ。あー本当ここいいわ、ゆっくりできちゃう。海まで歩こうかなと思ったんですけど、ここから見えるから。はい、焼肉パーティーです。すごいことになってます。これね、浄化レビなんですよね。これ、屋上だったら真っ白になるんですよ。